17日の読売ジャイアンツのオープン戦、そして3月22から24日は横浜 DeNA ベイスターズのオープン戦がここエスコンフィールド北海道にて行われます。チケットは F チケにて販売中です。皆様のご来場をお待ちしております。さあ今日ファイターズが勝ちました。攻撃はもう1回の裏からすぐさま動き出し、3点をチームで取り、また1回裏は2点を取って、そのままリードをキープして勝利。その中でも攻撃ではやっぱりマルティネスの連続タイムリーから一番輝いてた。そしてね、今日は先日巨人とのトレードで若林選手と森選手がトレードされましたけど、松本剛選手がそんな森選手のスパイダースへの登場曲を自身の登場曲で流してくれました。また第1、第2打席では松本剛選手はもともとファイターズでもプレー、そしてファイターズでコーチ、現在は巨人でコーチをしている矢野健二コーチの登場曲を流し、登場していました。素敵な演出です。松本剛さすがです。守備ではね、やっぱりピッチャーが宇賀と高幸がやってくれました。この回まで投げて、そこから種すら、そして最後川野がしっかりと締めてくれました。そしたらね、水野選手の2連続に